万の極み、お箸こそが最高です。私の箸使いこそが芸術。小銭あるけど、ちょっと僕と競争してみない？僕もお箸の持ち方には厳しいんだ。そやな、ジョージの箸は随分厳しく教えたんや。確かにテーブルマナーは育ちが出てしまうものだ。エリカさんの持ち方もなかなかに良い。俺の小銭も貸してやるぜ。枚数が多い方が面白いだろ。ジェシカ、よく見て覚えなさい。うせえぜ。よし、競争しよう。ここにある小銭をどれだけ多く自分のお皿に移せるか。望むところです。お箸、お箸。
今何か聞こえませんでしたか？僕もガタンって音を聞いたような。風で窓でもガタついたんだろうぜ何しろオンボロ屋敷だからな。そういうのってなんだか不気味だよな。本当に魔女が屋敷の中を歩き回ってるのかなって。6年前のガキの頃には随分怯えて夜を過ごしたもんさ。おー、いる、ベアトリーチェはいる。この廊下の向こうには何があるんですか？あちらには客室がございますが今は使っておりません。うん、ゲストハウスができたからね。それまでは客室に僕らは泊まってたんだよ。ああ、俺も覚えてるぜ。今日のゲストハウスがあまりに綺麗なんで驚いちまった。ま、新築だからな。私も自分の部屋をそっちに移したいもんだぜ。シャノン、エリカさんの部屋もゲストハウスでしょ？はい、ゲストハウスにご用意させていただきました。ゲストハウスは屋敷から離れていると、どんな事件が起こっても互いには聞こえませんね。やれやれ、まだ探偵モードなのかよ明日の朝全員で揃っておはようって言っただけでがっかりしちまいそうだぜ確かに、さすがに明日の朝には誰かが減ってないと困りますねえ。それではゲストハウスへご案内します。外は今が一番の降りのようだね。客までテレビでも見ながら、もう少し振りが弱くなるのを待ってもいいんじゃねえの？ゲストハウスに戻りなさいってママに言われた。ゲストハウスじゃないと怒られる。おお。ゲストハウスの方が落ち着けるぜ。不機嫌な親の声も面もごめんこむるぜますますにお膳立てが整っているようで。今、傘のご用意をいたします。少々お待ちください。ちょっとずっと気になってました。あの肖像画のご婦人は、どなたですか？まあ、ぶっちゃけ、ベアトの肖像画であることは知ってるわけですが、前回のゲームでは通り過ぎてしまっただけで面白くなかったので。こちらは、親方様の恩人、ベアトリーチェ様でございます。おじい様に莫大な黄金を授けてくれた、後宮家復興の恩人だそうだよ。ただの、じい様の中の妄想の魔女だぜ。こいつの亡霊が、夜な夜な屋敷の中を歩き回ってるって話らしいぜ。よせよ。俺、小さい頃はその話、めちゃくちゃ苦手で。この屋敷の夜は苦手だったんだ。そんなこともあったね。6年経った今はどう？すっかり忘れてたが、この肖像画をまじまじ見てるうちにまた怖い気持ちが蘇ってきちまったぜ。おう、ベアトリーチェは怖くないよ。敬いを持っていればね。持ってないとね、シャノン。あ、はい、使用人たちの間でもそうささやかれています。夜回りの使用人たちの間でも時折人影を見たとか黄金の蝶を見たとかいう噂が。うお、去年だか一昨年だかに使用人の人が階段から転げ落ちて大怪我してやめたじゃん。あれ、ベアトリーチェの呪いだなんてささやかれてなかったっけ？なんだよ、薄気味悪いな。ただの事故だろ？偶然だろ？おじい様がここに肖像画を掲げてすぐのことだから、
一昨年のことだと思うよ。確か、まさにここの大階段から落ちて怪我をしたんだよね。そうそう、このバカでかい肖像画は。何しろインパクトあったから。掲げられてすぐは、屋敷中で、あれはなんだと話題になったもんだよ。それでその後すぐにここで事故があったもんだから、ベアトリーチェの呪いだってことになってさ。ベアトリーチェの階段云々は、この肖像画の後から？いえ、その前からも、ベアトリーチェ様の霊が歩き回っているという大噂はありました。でも、この肖像画が掲げられてからは、もっとそういう話が増えた気がします。今までは、魔女ベアトリーチェと聞いても、具体的なイメージが湧かなかったからだろうね。この肖像画によって具体的になり、より一層、囲碁の階段に厚みが出たんだと思うな。そもそも、魔女ベアトリーチェなんて、誰が言い出したんです？じい様だぜ。我が最愛の魔女ベアトリーチェーってよく取り乱して叫んでたから、この肖像画が出てくるまでは顔の想像もつかなかったけど。こんな薄気味悪い肖像画がデーンと飾られたら、そりゃ階段の一つや二つできて当然だろうぜ。音楽室のベートーベンの肖像画も、学校創立者の銅像も、みんなちょうどいい階段の温床じゃねえか。確かに、こんなに古風な薄暗いお屋敷でずっとこんな風雨の音を聞いていたら、そういう階段の一つや二つ生まれてもおかしくはなさそうです。まあ所詮は階段、妄想、おとぎ話、取るにも足らない寝ぼけたうつけ者のざれ言以下ですが。いる。そんなこと言ってるときっとエリカに魔女の呪いがあるよ。おや、怖い怖い。魔女の呪い、大いに望むところですよ、ベアトリーチェ。これでエリカが明日の朝変死してたら、魔女殺人事件の幕開けだな。おいおい、お前探偵なんだろ？探偵がいきなり殺されるなんて斬新すぎるぜ。おや、それは困りますね。現場検証。